西の表急行、西の表市街地、西の表港は、日本の種子島北部、西の表市西部に所在する港湾である。西の表港は、港湾法に基づく重要港湾で、中央地区、天神地区、天泊地区からなる。鹿児島港や屋久島、宮の浦港への定期フェリーや高速船ジェットホイールが、就航しており、背後は、西の表市街地が広がる。 島の表現館の役割を担っている。北に隣接する旧港は漁港となっており、赤尾漁港と呼ばれた。赤尾漁港は、県東支線以来の南海交通の要衝であった。かつては暗礁が多く、安永へ、天明年間に高校に30軒の月島が作られたものの、諸子瀬と呼ばれる長い瀬が残っていた。万円元年4月、小樹院は、 校内拡張と高校安全のために、月島大増築士諸校ゼを防波堤とする事業に着手し、薩摩藩主から年間400両の補助を得ながら3年後の文久2年7月に竣工した。旧港北側には今も小住院岩木が残る。2010年10月と12月に沖の防波堤に崩壊が起きた。この部分は2002から2015年までの鹿児島県。 補強整備事業の最中であった。10月上旬に総工費4億3852万円でコンクリート補強をしていた。県によると台風にも耐えられる設計であったとしている。被害総額は約2億5000万円と言われている。優先クルーズ、客船アスカ2、機構。ありがとうございます。